ピー、私風邪ひいたかもです。こんな天気で風邪なんかひくかよ。誰かが祈りのこと噂でもしてるんじゃねえの。つーかさ、咳き込むなら後ろ向いてくんね。食べ物に唾液がかかるだろう。屋台なんだし、食中毒とかには気をつけなきゃダメなんだぜ。ごめんなさい。ちなあ、鼻水、鼻水が垂れてる。鼻水だけじゃなくて火まで出ちゃいそうです。我慢すればするほどムズムズして。あらら、祈りの日でまた屋台飯が黒焦げになっちまった。ボスに怒られるなこりゃ。おい、ちょっといいか。なんだよ今の爆発。ハイタイ、これはこんにちはって意味さ。君たちどこのギルドの子？少しお話を聞かせてもらってもいいね。知らない人、怖いです。クヤピー。分かってるよ、祈りは俺の後ろに隠れてな。話なら俺が。君らのことどっかで見たことあるぞ。確かビーストの居住区を警備とかしてる、なんだっけ。カオンだ。別に悪さをしなきゃお仕置きもしねえからさ、そんなに怖がるなよ。町の平和を守るあたしらがみんなに不安を与えちゃ本末転倒だしな。お前ら、その尻尾とちっこい羽、もしかしてドラゴン族か。あ、バレた。正体バレちゃいましたですよ、カヤピ。どうするです。いや、別に正体なんて隠してないだろう。お察しの通り、俺らはドラゴン族だよ。それが何か。ねえねえ、話の故障って申し訳ないけど、いろいろ説明してほしいさ。ドラゴン族って何？聞いたことない名前さ。いや、私も詳しくはねえんだけど、そんな連中がいるって母ちゃんに聞いたことがあるんだよな。昔から存在はささやかれてたけど、実在しないと思われてた。かなり珍しいビーストの亜種なんだってさ。お前らも分類としてはビーストだから、耳とか他の子と同じように屋台の手伝いをしてるってわけか。ああ、俺らはとあるギャングじゃなくてギルドの下っ端をやってるんだよ。上に命じられて今日はアクセク仕事中ってわけ。いつまでもこんな生活したくないです。あのボスに空気使われてばっかり。私はボスに飼われた身だから仕方ないけど、カヤピーはもっと自由に暮らしてもいいと思うですよ。祈りを置いていけるわけないだろ。まあこの生活も気に入ってるしな。数少ない同胞だし、支え合っていかないと。違うか。はあ、やっぱりカヤピー、見た目も言動もそこら辺のチンピラっぽいのにとってもいい子です。ん？ギャングっつったか？よくわかんねえけど、何か困ってるならいつでも私らカオンを頼ってくれよ。うんうん、私たちは悩めるビーストの味方さ。気持ちは嬉しいけどお構いなく。カオンと交流があるなんて知られたらどやされるし、できれば放っておいてくれると。お、どうした？みんな気をつけろ、なんかヤバいのが近づいてくる。ヤバいの？うわ、なんだありゃ。向こうの通りの建物が次々に倒壊してやがる。どっかのバカが祭りで浮かれて喧嘩でもしてんのか。見てまこと、誰かが吹っ飛んでくるさ。
した？一体何事だ？ってのんきに聞いてる場合じゃねえな。とりあえず受け止めんぞ。間一発。大丈夫か、ユイ？危ねえな。今の勢いのまま地面や壁に激突してたらべちゃんこになってんぞ。あれ、マコトちゃん？おう、マコトちゃんだよ。頼れるお前の幼なじみだ。何があったんだよ、ユイ。誰かに襲われてんのか？あの、うまく説明できないんだけど、なぜか攻撃されてるけど理由がよくわからなくて。危ない、マコトちゃん！なんだ今の。赤い光線みたいなのが走り抜けていったぞ。巻き添えでビーストたちの屋台がいくつか吹っ飛んだ。なんなんだこりゃ。やばい魔物でも町に入り込んできたのかよ。魔物じゃないよ、会話もできる人間の女の子なんだけど、なぜか私のことをすっごく憎んでるみたい。